ライシングコースに来てます。変更点としてはフロントの22キロを18キロにして、で6インチだったら7インチにしました。でヘルパーを2キロから 0.8 に落として、デプリはまあ10ミリ掛けぐらいです。あとシャークをちょっと5ミリぐらい前下がりにしました。さらになんで、まあ、10ミリ近く、10ミリいかないぐらい前下がりにはなってます。でこれでだいぶ昨シーズン、ND がアドバンで回りましたね。で、まあ、昨シーズンぐらいの感じにはなってます。で、あとそれでもなんかあのアンダー感が改善しなければ、フロントの、まあ、前後ラバー入れてるんですけど、それのちょっと調整ちょっと早めに当たりすぎてるじゃないかなっていうのと、あとはリアのヘルパーというかアシストが5キロなんですよ。それがちょっと悪さしてんじゃないかなって最近思い始めてきたん で、その辺やり尽くしてダメなら最後にもう一回ちょっとアライメントをもうちょっと落ち着く方向にしてみようかなっていうのを思ってます。で、まあ、それでもダメだとやっぱりフロントデフが原因だと思うんで、まあ、今シーズンやり尽くすことはフロントデフ以外しかできないんで、それで今日はとりあえずシェイクダウン走っていきます。めっちゃ無理がある。Yeah.
はい、1ヒート目終わって、まあ、やっぱりね、ちょっとお祭り状態で、クリアもちろん取れなかったんですけど、まあ、感触っすね。まあ、車の動き、ピッチロールは大きくなる方向にはセットしてるんで、それにちょっとまだこう慣れてないのと、あとはやっぱ単純に突っ込みすぎのアンダーっていうのもあるんで、でもそれにしてもやっぱりちょっとアンダーかなーっていう感じなんで、ちょっとまだやっぱりとりあえず減衰とスタビ外しやります。で、ラバーの調整は次 TC 戦なんですけど、その時にちょっと新幹線来ましたね、新幹線来ちゃいましたにやろうかなっていう感じなんで、でやっぱね、直線スピードをデジスパでどん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 、あのタイムの差が縮まってってるんで、やっぱねパワーは上がってます。 GPS でも 3,4 キロ最高速上がってるんで、やっぱりパワーのマフラー交換して減車セッティングの恩恵はありますね。で、あとちょっと力が入ってて、あとシフトの延長もしちゃってるせいで、シフトがやっぱ入りにくくなっちゃってて、シフトミスがかなり多いんで、ちょっとそこも改善していければっていう感じです。はい、
やーべえな、もう真っ青や。あんなさっきまで童貞みたいな色してたのにこんなにスケベな色しちゃって、もうあらもう初めの重いなんかちょっとなったぐらい軽量化しないと。はい、2本目終わりまして、一回ちょっとベストの時にちょっと被っちゃって、ちょっとまあインから入るような感じになっちゃってね、ちょっと申し訳ないんですけど、まあちょっと行かせてもらっちゃったんですけど、その時がしかもちょっとベストで、割とでもだいぶクリアでした。走りやすかったっす。で、車の感触としては、あれ何したか言ったっけ？スタビ外して、あと、シェフトをショート化、元に戻しました。ちょっと延長、エクステンションしてたんですけど、ちょっともうすごい動きが大きくて、シェフトミスばっかりしてたんですけど、だいぶ良くなりました。治りました。で、あとはまだギアの選択がちょっとコカ・コーラとアドバンと迷ってるのと、あとはまあ全体的にやっぱりそのターンインの斜めの時がちょっとやっぱりアンダーがだいぶ消えなくて、でもただ今回の2本目だいぶ動き作りっていう面では良くなりました。車がよく動いてるような感じにはなったんですけど、そのなんか初期で動いたはいいんだけど、その荷重がこのキープしきれないというか、なんかその荷重が抜けるというか感じで、やっぱちょっとバンプラバーを早く当てに行きすぎなんじゃないかなっていうのがあって、今回2本目は、ちょっとまあ、減衰とスタビ外しと、で、まあ良くなりました。で、あとはもう一回ちょっとラバー見直して、それでもダメだったら、ちょっとリアの、またアシストっていうか、リアのスプリングとかも、ちょっともう一回、やり直す方向。で、あとはちょっとフロントをやっぱ16に戻す。やっぱどんどんやっぱ硬い方向にやってって、車はなんかいい方向にはなってない感じはするんで、やっぱり。まあ、ワンチャン16もありかなっていうところです。ただ、まあ車の動きはどんどん良くはなってきてます。はい。うん。で、あとは、まあ、富士に関しては、本当に、まあ、昨シーズンもね、シーズン中1回しかしてないし、で、今年もまた一発目でちょっと合わせきれてないところもあるし、完全にコースの感覚はもうあるんだけど、この VAB で、どう合わせるかっていうところはまだ詰め切れてないので、で、ちょっと突っ込みすぎのアンダーっぽいところもあるので、まだ、そこをちょっと改善して、まだ運転でももちろん1秒くらい多分伸びるし、車をもうちょっと良くして、もうまだ伸びしろあるし、とりあえず54秒9は入ってベスト更新ではあるんですけど、うん。まあまだちょっと課題はあるけど、良くはなってきてる感じです。はい。という感じで、ちょっと次 TC1000 なんですけど、まだ TC1000 の方が感覚があるというか、うん。一応、まあこの前は走ったしね。なんでそこでちょっと合わせて、で、次 TC2000。完璧に行くかな。で、その後新品入れて TC2000 なんで。そんな感じです。はい。
今後の行方もちょっとぜひ楽しみにしてもらえたら、タイムアップへの道なんとか頑張っていきます。はい。